エトラちゃんは見た。私はカリン。一応今も会社勤めはしているという括りだが、休職中だ。なぜなら余命か。肝臓の病気だった。少なくとも自然治癒はしないらしく、臓器移植が必要らしい。こういう時、親族の臓器というものがいいらしいのだが、私の場合はダメだ。その理由は天涯孤独だから。両親は私が就職すると同時に事故で亡くなった。手元にあるのは遺産と実家、そしてあなただけだよ、スモモ。この子は子供の頃から飼っている愛犬スモモ。人懐っこい性格で、随分と私も癒されてきた。そして今の私の唯一の家族でもある。散歩行こっか。もしも私が死ねば、この子を一匹残すことになる。それを避けるためにも、一刻も早く適合ドナーを見つけなければならなかった。まあ、そうは言ってもそう簡単には見つからないけど。ん？どうしたんだろう、この人。顔なんて見つめて。うわ、なんだ？あ、すみません。この子人懐っこくて。なるほど。いや、でも可愛い子っすね。ありがとうございます。さ、行こう、スモモ。なんかめちゃくちゃ抱きつかれてる。すごい懐いてますね。初対面の人にここまで懐くことはさすがにないんですけど。もしかして前にどこかでお会いしました？いや、それはないと思いますよ。俺つい最近まで別の町に住んでたんで。引っ越して来られたんです？さっせ。いや、都会の喧騒にうんざりしちゃって。その点この町はいいじゃないっすか。程よく自然があって、それでいて程よく便利で。ここ俺の母ちゃんのふるさとでもあるんすよ。なるほど、そうなんですか。でもいい街ですよね、ここ。私も気に入ってます。地元じゃなくても療養先として選んだんじゃないかな。療養？どっか具合でも？あ、いえ、ただちょっと肝臓が。肝臓？それってまあお察しの通り、いろいろとまずいです。臓器移植しないと余命5年って言われちゃってて。まさか。あ、どうされました？ああ、いや、なんでもないっす。早くドナー見つかるといいっすね。その時はそこで別れた。だが次の日も。あれ、昨日の。ああ、奇遇っすね。その次の日も。いや、また会うことになるとは。ですね。毎日のように散歩コースには彼がいた。あまりにも頻繁に会うものだから、結構おしゃべりもした。そうなんですね。ええ、まあ。その中で彼が赤松という名前なのだと知った。その1週間後。にしてもスモモちゃんは本当に俺に懐いてますね。ですね。毎回こうして抱きついているわけですから。なんかいい匂いでもするんですかね。まさか。ところであれから見つかりました？ドナー。まだですね。実はこう見えて結構焦ってます。そっすか。でも肝臓なら他の臓器より見つかりそうなもんですけどね、ドナー。生体肝移植とかいうのもありますし。詳しいですね。母ちゃんが癌だったんすよ。それで中学の頃にいろいろと調べてたので。え？まあ母ちゃんの場合は腎臓でしたけど。そうですか。お母さんは今は？俺が高校に上がるまではなんとか頑張ってくれてました。でも結局ドナーが見つかんなくて。辛かったですね。ええ、どうして母ちゃんがって何度も思いましたよ。でもやったからこそ。え？あのカリンさん、もしよかったら今から一緒に適合検査受けに行きません？え？適合って？ドナーっすよ、ドナー。こうして仲良くなったのも何かの縁っすから。はあ、正直意味はないと思った。ただでさえ見つかりにくいのがドナーだ。その厳しい条件をまさか会って1週間ほどの人がクリアしてるとは思わなかった。しかし。え？完全適合？ええ、私も驚いています。ドナーの完全適合は2200万分の1ですからね。そんな気がしたんすよ。前に似たようなネット記事を見たことがあったんで。ネット記事？ええ、何でも腎臓移植を待ってる人が散歩してたら、愛犬が完全適合ドナーにめちゃくちゃ懐くって話で。今回のこととあんまりにも似通ってたもんで。だからもしかしたらって思ったんすよね。腎臓か。そうだったんですね。でも赤松さん、臓器提供って大なり小なりリスクがあると思いますよ。本当にいいんですか？ええ、もう決めたことなんで。まあとにかく自発的な提供であれば大丈夫です。生体臓器移植は原則親族の方のみ認可されてますが、倫理委員会の許可が出れば問題ありません。何はともあれ、カリンさんの健康のためにも今回の移植手術やり遂げましょう。もちろん赤松さんの健康も守りながら。お願いします。お願いします。それからしばらくして
滞りなく手術は行われた。結果は無事成功。術後の経過も順調だった。私は命をつないだのだ。ただおかしいな。最近赤松さんとの連絡が取れない。まさか体に何か異変が。いやでもだとしたら病院の方から知らせが届くだろうし、大丈夫かな。スモモ、そうだよね、あなたも心配だよね。ちょっと散歩に行こっか。もしかしたら前と同じ場所に赤松さんが立ってるかもしれないし。あ、赤松さん。ああ、カリンさん、お疲れ様です。どうすか、あの後調子は。おかげさまで。ならよかったです。じゃあ俺はこれで。あの、もしかして最近私から距離を置いてます？私何かしちゃいました？いや、そういうんじゃないっす。カリンさんは何も悪くないっすよ。悪いのは全部俺の方です。それはどういう。見殺しにしようとしたんすよ。え？最初カリンさんとこの辺りで出会って、スモモが懐いてきて肝臓の話を聞いて、それでピンときたんです。ああ、もしかしたらこれはあのドナーの奇跡の話と一緒かもって。その段階で俺はもうカリンさんに適合検査について言うことはできたんです。でもやらなかった。だって母ちゃんには奇跡は起こんなかったから。どうして初対面の人には都合よく奇跡が起こりそうなんだろうって思うと、なんか頭の中ぐちゃぐちゃになって。だから見殺しにするつもりだったんです。最低っすよね俺。でもそれでも赤松さんは見殺しにはしなかったじゃないですか。今だから言いますけど、最初に出会って以来頻繁に散歩道で鉢合わせしてたのって、あれ偶然じゃないんでしょ？待ち伏せしてたんじゃないですか？私にドナー提供の話を持ちかけたくて。母ちゃんの死に意味を持たせたかった。え？母ちゃんが病気になってから俺は臓器移植について調べた。何か奇跡があるんじゃないかって。でもそんな奇跡にすがってる間に母ちゃんは死んだ。もしも今回カリンさんを助けたら、あの日々にも何か意味が生まれるんじゃないかって、そう思ったんです。だから言ってしまうとカリンさんのためじゃないんすよ。すんません。それでもいいですよ。赤松さんが私の命を助けてくれたことに変わりはありません。ありがとうございます。じゃあ俺はこれで。赤松さん、明日また会いましょうね。明後日も、し明後日も必ず会いましょう。私待ってますから。どうしたんすか急に。だってあなたがとても寂しそうな目で川を見てたから。辛いですよね、大事な家族にもう二度と会えないっていうのは。私もこの子以外家族はいませんから。え、数年前に事故で。そうすか。もしもスモモがいなかったら多分私は折れてました。だから赤松さんの気持ちはそれなりにわかるつもりです。あなた都会からこっちに越してきたと言ってましたよね。この町、お母さんのふるさとでしたっけ？お母さんを偲ぶためであれば時々こっちに旅行に来るだけでいいはずです。都会の方での仕事なんかもあったでしょうし。赤松さん、あなたどうして移住してきたんです？まあお察しの通りです。結局俺は母ちゃんの死を振り切れなかった。だからまた会いたくなった。この町にいたらひょっこり顔を見せてくれるんじゃないかって。でもあれですね、幽霊なんて都合よくいないもんですね。だからもう俺が幽霊になるしかないかな、なんて。スモモ、なんだ？カリン様、もう臓器提供は必要ねえぞ。きっとスモモが赤松さんに懐いたのも臓器提供云々じゃないですよ。多分あなたがとても寂しそうにしてたから放っておけなかったんじゃないですか？おせっかいな子っすね。きっと私たちの出会いには意味があったんです。私にとってもあなたにとっても。カリンさん、でも今のままだと私ばかりもらっちゃってます。だからこれからは私があなたに与えちゃダメですか？犬は飼い主に似るって言いますけど、ほんとっすね。カリンさんもかなりおせっかい焼きっす。いや、お人よしかな。赤松さんほどじゃないです。体切って内臓を分けてくれる人なんてそうそういません。肝の座った人ですね。うちは母ちゃんも肝ったまでしたから。そうして私と赤松さんは付き合い始めた。彼は今まで住んでいたアパートを引き払いうちに引っ越してきた。
我が家は元は両親と住んでた建物ということもあり、一人暮らしには広すぎたため、赤松さんが移ってきてくれたことでむしろ収まりが良くなった。そして数年後。ただいま。おかえり。しかし相変わらず元気だな。朝からスモモの散歩って、きっと誰かさんからいい感想をもらったからね。ま、そのせいで若干肝ったまになっちまったかな。いいじゃない、好きでしょ尻に敷かれるの。確かに。さて、じゃあ朝飯にしようか。今日も夫婦揃って仕事だし、パワーつけとかねえとな。そうね、じゃあお互い頑張りましょう。あ、ご視聴いただきありがとうございました。なんというか、まだ可能性の話なわけですし、別に適合検査を受けていなかったとしても見殺しにされたなんて相手は思わなかったはずです。でもまあ、こういうのは気持ちの問題ですしね。もしも提案をしてなかったら、心の中にずっと残ったまま生きていくことになってたかもしれませんからね。それにしても2200万人分の1を見つけ出すなんて、ワンちゃんは本当にすごいですね。嗅覚が優れているというふうに聞いたことがありますけど、人間には感知できない特殊な匂いがあったりするんですかね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。